皆様おはようございます。お元気でしょうか。本日はね、ない時間がないまた時間がないんですよ。もうちょっとね、久々に寝坊、もう気がついたらね、11時50分、お前あと10分で昼だよ。もう速攻風呂入って締めに行ってまいりました。ちょっともう飯食ってもいけないんですけど、しょうがねえなみたいな感じで、本日はね、マヨゲールして豚バラ肉、そしてオイスターソース、玉ねぎ4分の1ぐらいいっかな、はい、ピーマン1個、はい、これでいってみたいと思います。それではね、早速スターティングオーバー。はい、それではね、早速作ってまいりましょう。まあこれはね、オイスターソース、今日ね、オイスターソース焼きなんで、これだけはね、用意してください。はい、まずピーマンですね。ピーマンパッコリってなってやってね、まずすいません、ちょっと焦っちゃったね、もう声が出ないよみたいな、パッコリーなとやって、はい、種取って、あとは適当に切るだけ、はい、玉ねぎを切るだけ、はい、そして、バラ肉、これ、こま肉でもね、全然 OKOK ですよ。ロースでもね、薄切りで OKOK。はい、こんだけ。もうあとはね、炒めるだけだよ。はい、それでは早速ね、炒めてまいりましょう。まずね、お肉の方、フライパンにね、油少々引いてあります。はい、ここにね、豚バラ肉ですね。はい、これ豚バラ肉はね、必ず完全に火を通すようにいたしましょう。バラないかー。早く焼けてくれ。はい、そしてね、本日はお肉に、このお肉の掃除の3のお塩をね、塗って下味付けます。はい、そしてブラックペッピー少々。あとはフリ、ファイヤー火が千倍じゃないぞー。はい、これでね、もうちょっと剥がしておけやがったな、剥がしておけば。まあ、しょうがねえな、これもな、やっちゃったからよ。早く火が通ってくださいよー。はい、そしたら、ね、火が通ったらもう時間ないんで、この手前の方を、ちゃんとお肉は向こうよ、下の方で、はい、玉ねぎとマンティね、これ焼いちゃいましょう。でお肉早く焼けてよ。あ、いけね、中火だったから押せんだこれ。あ、強火で、はい、ガイ、はい、これでもうね、すぐ焼けると思いますよ。はい、早く焼けてよ。おう、ここだけ、はい、こういうとこはちゃんとひっくり返して、火通すよ、これ。ね、確認 OK よ。焼けたよ、早いよ。で、あとはもうね、肉焼けたらこっちもんだよ、もう。もう野菜と一緒にガツガツパラライトと炒めてください。ガンガンガガンガガンガンガンと。はい、もういいか、これでいいか。これでいいね。はい、そしたら、オイスターソース登場、これね、ドバッて入れたらすごい辛いんで少々でいいよ。はい、こんな感じ、一回しこんだけ、ね、あとはこう炒めて、はい、絡めて、はい、出来上がりよこれ。はい、出来上がり、はい、簡単でしょ今日も。はい、そしたら、はい、飯用意してるよ。ここにガン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 と今日は全部入れるよね。皿盛りにしたい人はね、キャベツかなんか上に引いてね、そんで皿の上に持ってください。はい、できたよ。それをテーブルの方に運んで食してみましょう。テーブルの方にですね、豚バラオイスターソース焼き運んでまいりました。はい、かなり簡単、時短で、ね、できてしまうので、ぜひ皆様お試しくださいませ。そして本日はね、まあ、卵を乗っけてもいいんですが、まあ、紅生姜乗っけて、卵、脇、横玉、醤油、ちょろろいかとかけて、はい、こう崩すね。そしてこれすき焼き風よ、これね、すき焼き風で、こう玉ねぎとかピーマンとか一緒にこうつけていただきます。まあ玉ねぎこれね、焼けてねえかみたいな、まあこのシャキシャキ感もね、鮮烈な玉ねぎの香りもいいんじゃないでしょうか。いただきます。豚バラ肉の油とオイスターソースのね、オイスター香りっていうんでしょうか。いや、短い時間でこんな美味しいもんできちゃうんですね。もう最高最高じゃないでしょうか。いただきます。美味しい。それで最後は、
横の方にかけちゃうね。もう全然にかけんと、だから横の方にかけて、うん、こっちは普通の丼じゃない飯だよね、うん、こっちは卵入りの飯だよね、うん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 、一丼で2回楽しんじゃうじゃねえのよこの野郎い、うん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 、はい、それでは本日の最後まで無駄なしまとめておきをご視聴ありがとうございます。本日もね、手抜きで申し訳ございません。うん、時間ないんでね、もうパパと食って、仕込みに入れないと間に合わねえぜみたいな感じでね、お願いいたします。そして皆様に一つお願いがございます。動画とのモチベーションを維持するために皆様のあったかいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。じゃあね、またねー。